こんにちは。今回は氷川きよしさんを見出した高校の恩師との日々やデビューまでの苦難の日々についてまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。また前回の動画を見てからだとより楽しめますので、ぜひ見てみてくださいね。高校生になって芸能塾に入った氷川こと山田清志少年は、おじいちゃん先生、本間重義氏と出会う。持ち前の優しさから興味のなかった演歌を始めると、めきめきと上達し、本間氏も驚くほどだった。同級生たちには心ないことを言われたこともあったというが、歌の良さ、そして老人ホームへの疑問を通して、氷川は歌手になりたいという思いを強めていった。両親のことを考えると、無責任に後押しもできない本間氏は、さらに力をつけさせるため、自身の運営するカラオケ教室でも指導することにしたという。最初は当然大会でも賞が取れず悔しい思いをしたそうだが、負けん気の強さで猛練習の結果、年長者たちを差し置いて、地元のコンテスト嵐に成長。あまりにも毎度毎度優勝商品を持って帰るので、家は狭いし、余分な家具を置けるスペースがないから、ちょっと困っちゃいますよ、と話したこともあったという。絶対にプロになるという強い決意のもと、氷川は修学旅行を欠席してまで歌の練習に打ち込んだ。そんな氷川に高校3年生の時、大手レコード会社から声がかかった。しかし、やはり時代を考えると、高校生男子が演歌というより、アイドル路線でデビューしないかと言われたんです。と、氷川は本間氏に相談した。本間氏は、よく考えて自分のことは自分で決めなさい、とアドバイスはしなかったが、氷川は、やっぱり僕は演歌をやりたい、と、あれだけ好きだったポップスの方向を自ら蹴ることにした。ただ、氷川が後に語ったところによれば、それは、おじいちゃん先生を裏切ることになるからそれはできない、という理由もあったそうだ。やはりここにも氷川の心優しさが現れている。その優しさは、何度となく訪れた慰問でも発揮され、氷川は毎回一人一人と握手をし話をしていた。時には、先生、今度歌う曲は歌詞に倒れるとか死ぬとか出てくるから、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌うのは気が引けるんですけど、と歌詞にまで気を配った。その結果、老人ホームには氷川の最初のファンがたくさん生まれた。さらに学生の中にも男女問わず氷川人気が出て、氷川一人だった演歌の道には後輩たちが増えることになる。そんな中、1995年の冬に NHKBS の歌謡塾あなたが一番で氷川は準優勝を勝ち取った。そして、その大会で審査員として参加していた水森秀吉から、いいものを持っているね。もっと上手くなりたいなら、高校卒業後、上京しなさい、と言われたという。即答した氷川は、早速本間氏に報告。本間氏も自分のことのように大喜びした一方で、山田家では、毎日のように家族会議が開かれ、特に母がなかなか首を縦に振ってくれなかったそうだ。
それでも氷川の決意は固かった。ついには母も、お母さんは賛成はしないけど、あんたがそこまで言うなら仕方ない。でも、もうダメだと思った時には、いつでも帰ってきなさい、と言ってくれたという。父も、自分の力を試してみろ、お母さんのことは大丈夫だ。親戚たちからも、応援するから、と手を押してくれた。そして、卒業式の3日後、氷川は、泣いてしまうから行かない。私が邪魔をして後悔させたくない、と空港に来なかった母を、最後まで案じながら、東京へと旅立つことになった。見送りに来た本間氏は、芸能塾の生徒たちが作った自前の横断幕を掲げ、他の利用客から変な目で見られようと、大声で万歳三唱し、氷川を送り出したという。不安そうな顔から一転、弾けるような笑顔になった氷川は、その後、スターダムの道を駆け上がり、現在のような演歌界のスターになったのだ。これからもその道を走り続けてほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。